いやあ、先生の気ですけどよ。色欲、夢見てるは夢見てる。前回まではね、好感度アップというシステムを導入した恋愛ゲームの展開になっておりましたが、今回からちゃんとホラーやっていきますんでね。さあ、ホラー、この色欲のホラー目当てで見ている人、お待たせしましたって感じです。ホラー苦手な人は頑張ってみてくれ。お堂の中に、来ない鳥居が。もうここは夢の中なのですね。注意して進みましょう。というわけで、前回この鳥居の中にルナが引き込まれて、そこにジェイソンさんと二人で来たっていう感じですね。横スクロールじゃないんだな、今回。これまで横スクロールで進んでいきよったのに、今回は前に進んでいくタイプじゃ。横からピョンって出てこられたら怖いな、これ。結構長いです。ルナが心配だ。ちょっと早足で進みましょう。ほうほうほう。この奥に進んでいく感じもさ、前の方が暗くてよく見えんけんな。そこがちょっと怖いところもあるのな。道が長すぎる。狐に化かされているような気分だ。狐。フォックス。ここで見かけたのは狐火でしたからね。狐が動物霊になって、霊の見る夢を作ったのかもしれません。あ、動物が夢を作る時もあるんやな。でも、赤い糸はずっと通じてる。走りましょう。ルナが待っとるってことやな。めっちゃ走ってる。めっちゃ走ってるし。横からピョーってなんかが出てきたらちょっと怖いぞ、これ。本当に。出てくるフラグじゃないのか。やめろよ。俺、フラグとか立てたくないタイプ。ゆっくりだった。どうした、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 どうした。てかさ、全然、新しいとこ来んね、これ。どこへ繋がっているんだ。ちょっと待ってください。テル、キツネビを見たと言っていましたね。はい。キツネは人を騙して馬鹿します。ん？それ、タヌキじゃないの？俺はタヌキが人を馬鹿すようなイメージがあるけど、キツネを馬鹿すの？みんな。俺、その辺よく知らんのやけど、そうなん？みんな。この通路は無限に繋がっているのかもしれません。テル、もう一度ドリームリンクで夢の奥への道を開いてみてください。はい。まあ、夢の中やけん、こんなこと、現象が起きてもおかしくはないやな。ドリームリンク！どうだ？おるやん！もう、もろ悪役みたいにおるやん、中に。あ！どこ行くねー今、霊の姿が。ここにいるのは、キツネの霊。嘘をついて人間を化かすのです。このまま進んでいたら、無限ループになっていたでしょうね。なるほど。ジェイソンさん、よしとんな、そういうこと。日本の文化な感じがするんやけどな、この辺りは。文化なのかなさあ、進みましょう。よっしゃあ。キツネの霊、怖いなぁ。これまでのホラーの敵、これまでの敵以上にさらに怖なった気がするな、これ。こんな真っ暗闇でいきなりドーンと出てこられたら本当に怖いぞ、これ、おい。うわぁ。このホラーの感じ、なんか、第一作目の人魚事件の時思い出すんやけど、それ並みのホラー度だな。久しぶりっていう雰囲気やな、色欲。ホラーの色欲、久しぶり。建物の中に入った。ルナ、やっぱりここにいるのか。キツネはいろんな手を使って私たちを騙してくるでしょう。いろんな手ってなんなん。電話でさ、俺やけどみたいな感じでさ、騙してくるタイプとか、そういう感じのことか。テール、ここでは赤い糸も信用できるか分かりませんよ。これも信用できない時あるのそれもバカしてくる時あるの偽物作ってるの、キツネビ。嘘だろ。手口そんなに多様化してるの。詐欺の手口だけじゃなくてさ、霊的な騙し方的なところも、そういうところも。え？あなたを騙すためなら、偽物の赤い糸を見せてくるかもしれません。なるほど。そんな、手口多いな、おい。最近のキツネ。昔のキツネがどうか知らんけどさ。ですが、
ルナとの絆を信じるか、あなたに任せます。ルナ、ああ、横スクロールに戻った。あ、こっちもこっちで雰囲気が出とっていいよな。それにしてもジェイソンさんも本当に美人、横から見たら結構胸大きいんやなって分かります。前から谷間しか見おらんかったもんな。いや、前回やって前にジェイソンさん出た時やって横から見たけどさ、そこまで胸に見てなかったな俺。順路、ここに入れってことか。いや、わざわざ順路って書いてあたり、ちょっと逆に怪しいぞ。おい、騙してくるんだろ。騙してくるん。進みましょう、テル。とはいえ入ってみんかったら分からんところもあるんか。わ、わかります、わかりました。順路ってわざわざ書くかって話やもんな。うわあ、人形、すごい人形で、ひな祭りじゃないだか。今日収録日12月2日やぞお前。いや、それ関係ないか。こんなさ、赤い光の中でさ、こう並べられた人形とか、すごい不気味でしかないんやけど。呪い儀式でもやってんのか。キツネビの儀式、射的？射的があるぞ。何か書いてありますよ。どれどれ。大事な人を撃て、去れば道は開かれる。大事な人？鍵が全員大事やな俺。ルナ、ユリさん、ニナ、あれを撃てってことか。あー、まだこんなところで射的の技術応用されてきてんの。てかさ、撃っていいんかこれ。いや、撃たな開かれるって言われても、まあみんなじゃないやけん、これ偽物やけん、撃ったところで偽物を撃っただけって、そういう感じだろうけどさ、撃っとこうとりあえず。あ、ミスだ。普通にミスだけど、外したか。もう一回だ。金払わんでいいからな。屋台じゃないから金払わんで、あ、まだ。適当すぎだろ俺。おい、ルナ、日頃の恨みどうした？撃った撃った、仲間を撃った、あの子ぞ撃ちよった、大事な仲間撃ちよった、白状のやつよな。こいつらテル、キツネはあなたのように仲間を撃たせて喜んでいるのです。ただの悪趣味な霊です。耳を貸してはいけません。そうじゃそうじゃ、こんな煽ってくるようなやつはな、ネットではたくさんおるからな。煽りたいと思ったらあかんぞ。わ、分かってます。くそ、無視して進みましょう。なんだなんだ、えこの音は、あれ、ああ、そうか、世界変わったんやな。夢の中が、キツネが決めた手順に従うと次に進めるのですね。順路ってそういう意味だったのか、もしかして。だとすると、キツネのルールを破ると怒らせてしまうのかもしれません。テル、ドリームリンクを使うのはやめましょう。え、ドリームリンクで強行突破するとキツネを怒らせてしまうかもしれません。ルナが殺されてしまったら元も子もありません。バカされる程度で済むなら、キツネのルールに合わせて進みましょう。なるほど、わかりました。くそ、尺やなこれ。キツネはこっちをおもちゃだと思ってるのかお前。キツネのお祭りはそんなに人をバカして楽しむようなものなのか。なんでこの部屋なんなん？めっちゃ赤いし、赤しか広がってない世界になってる。赤と暗闇とそれだけ。なこれ。この先人間は通れぬ。え？何か書いてある。ここは通れないのか。人間が通れないのなら変装しろということでは、トンチじゃ。そうか、トンチだこれ。一休さんの頭を使えばいいんだ、一休さん。なるほど、変装ね。アフロ、ここでアフロ出てくるやん。やってみようか、アフロ。
ああ、いい線だと思いますが、顔がストレートに見えてしまいます。どこがいい線やね何を見ていい線だと思ったんだよ。ブロッコリーの化け物だと思ったんかそっかうん、分かっとるわ。お面だろうがテール、キツネのお面は持ってますか？夜祭りで取ったのがありますよ。よく持っとったな、俺。これ持ってなかったらどうにかなっとったんかな。それとも好感度を上げるにはこのお面手に入れんかったらダメなような、そういう好感度のシステムだったんかな。なんでお前も持っとんよう、お前持っとったな。ちょうどお前結構まずい楽しんどったタイプか、お前OK、 ではこれをかぶっていきましょう。なるほど、人間じゃなくなれば通れるってことか。ジェイソンさん、よく気がついたな。怪しい。ジェイソンさん、なんか知ってるんじゃないの、この一連の敵の正体。なんかお面かぶっただけですっげえ違和感あるが、俺は顔よりもジェイソンさんのおっぱいの膨らみに目がいてる。なぜ面をかぶっているのだ。お前らのルールに合わせたんじゃ。あれで変装して潰そうやろ人間扱いされとるぞ。おい、まだ人間扱いされとるぞ。その割には通してくれたけどなジェイソンさん、これバレてますよねテール、私たちはキツネです。お、心までキツネになれってことか、それなんだなんだ、誰これ。影が、誰かいるぞ。もし、そこの人、誰だお前は。顔を見せろ。返事するわ、そりゃ。はい。え、あああああ、お前そういうことか。お前、人なのですか。やられた。あの小僧、返事をしよった。お前は今キツネではないか。おお、なるほどな。これはグーの根も出ないってやつだわ。やられたうまいな、これ。この仕掛け作る人。あ、この動画の見よう、この動画を見ようてくださいよかもしれんけど、褒めとく。とりあえず褒めとくから。私は神隠しにあって連れ去られてしまいました。どうかここから出してくれませんか。いや、これも返事したらあかんのちゃうかな。いや、だってさ、もう人間に話しちゃおうっていう過程だろ、これ。聞こえませんでしたか？私は神隠しにあって連れ去られてしまいました。どうかここへ連れ出してくれませんか？さあ、お前が言ってるのは人間に対してだろう。でも人間が喋ったらあかんのだろう。スルーです。いや、お前。いや、ここ返事していいん？あ、返事していいっぽいね、これ。何度も同じことを繰り返されるね。じゃあ返事するわ。いいですよ。ありがとうございます。それにしても、ああ、お腹が空いた。あの人、あの人間は近くにいませんか？ここの狐が人間を食べさせてくれたのです。ああ、美味しかった。人間の内臓をむさぼり食べたい。え、これどっちだ？返事しちゃあかんのちゃうかな。俺、どっちだろこれ。食べたい。え、返事するにしてもなんて返すのこれ。え、どっちこれ。わからんで、スルーしとった方がいいかもしれんしな。どうして黙ってるのですか。くんくん、人間の匂いがする。もしかしてあなたは人間なのですか。違いますよ。違う？そんな、あなたは私をさらったキツネだったのですね。ちょっと待って。展開がちょっと、思った感じの展開じゃない。私は、まだここから出られないのですね。ああ、ここから出たい。
なんてやつだ。なんてやつだって。なんて日だみたいな感じで、バイキングみたいな言うだもん。見捨てた。見捨てた。見捨てた。自分が食べられたくないからと、あの娘を見捨てたぞ。信じられん。醜い人間め。なんなんだ。これは。クソ、キツネめ。こちらを悪いように作りやがって、お前。テル、耳を貸してはいけません。キツネが用意したトラップは嫌な思いをさせるものばかりですね。陰湿な嫌がらせなんじゃ。キツネってそんなに陰湿な嫌がらせをするタイプの動物だったっけ。気をしっかり持ってください。はい。動物園におるキツネはこんなんじゃないだろうな。えっ、どうした、おっと、そうかそうか、またか、あ、またかって、またかって言った瞬間、またかって文字出てきたけど、キツネのトラップをクリアしたのです。一回死んだけど、一回壊れたけど、しかも助けてほしい側に壊れたような気がするんだけど、今のあの展開は。さあ進みましょう。よっしゃ行くぜ。嫌な仕掛けばっかりだ。キツネの霊はよほど性格が悪いんだな。最後の最後にしっぺ返しを食らえばいいのに。よっしゃ行くぜ。ああ、やっぱり俺はジェイソンさんの胸の膨らみに目がいってしまう。てかもうキツネの面外しとっていいんか。まあ新しいエリアやもんな。おい、何やこれ、何か書いてある。問い1、お前は夢見てるか。なんで俺の名前知ってんのって感じの、いきなり。なんだこれ。これは答えればいいのでしょうか。この扉に、ていうかなんで名前を知ってるんだ。キツネの霊は妖怪に近い存在なのです。霊力で人間の名前や情報が分かるのかもしれません。なんだそれ。見ただけで名前が分かる死神の目みたいな感じのもん持ったん。デスノート思ったら最強じゃん。やべえな、このよ、そういうものなのか。やばい、キツネの霊にデスノート持たせたらあかんな俺。やめてよリュウク、キツネの霊にデスノート渡すん。これ答えた方がいいん。まあはいって言うとこか、その通りやけん。あ、いいんじゃ。いいんじゃ別に。素直に答えていいんじゃ。ピポを言われてちょっと拍子抜けしたわ。あ、開いた。簡単な問いかけですね。何なんだこれ。本当に何なんだって話。おー、後ろおるよ。あれ ?2 位なかこれ。で、ゆりさん、ルナ、ニーナ、ゆりさん、ルナ、なんだこれ。また何か書いてある。ジェイソンは本物か。ジェイソンさんのことも知ってるよ。本物かって何なんだ、どういう意味だ。え、これ本物じゃない。それ本物じゃないかもしれないってことだ。コージェイソンさんは本物じゃないかもしれない。あ、でもなんでジェイソンさんここにおるんだろうなってことを考えたら、なんか確かになんか怪しいぞこれ。犠牲面で変身するならともかく、ジェイソンさんが本人に化ける意味はないだろう。間違いなく本物だ。その通り、愚問ですね。あ、でも俺に答えさせるんじゃ。それ本当に入って言うていいの。まあ、まあちゃんと入って言うとくけど、はい。あ、いいんじゃ。いや、だからさ、それは拍子抜けしたようなさ、ピンポンやめろ、お前。あ、怖っ。さっきから、キツネは何を聞いているんだ。楽しんでいるのでしょうか。こんなの、何の意味があるんだ。わ、人形めっちゃあるやん。どうした、今度はなんで何も言わないんだ。あれか、
あんだけベラベラ喋るよってのいきなり黙り出したらさ、逆に怪しくちょっと不審に思うような、そういう感じのことを演出してるのか。なんだこれ。ああまただ。なんでここでルナ出てきたん。お前の妹か。さっきから何なんだ。テル、ルナは俺の妹だよ。さっきからこんな当たり前すぎることを聞いてどういうつもりなんだ。え？けどこれさ、なんかこ改めてさ、こう言われてみたらさ、ルナのあの怪しさがもしかしたら妹じゃなかったらみたいな仮定がちょっと生まれてくるんやけど、前の話のさ、ラストでさ、俺とお母さんが旅をしていた時お前は何をしてたんだっていう発言があったで、それを思い出したらなんか本当に妹かっていうなんか考えもちょっと出てきてしまうんやけど、けど言えがないんやけど、なんか言えないんやけど。あーい、そういうことなのね。まさかと思うとったら、はっ、外して、お前、ルナはお前の妹ではないぞ。何も知らぬんだ、あの子さ。記憶に空白でもあるのか。テル、ふざけんな。テル、初めからこいつの遊びに付き合う必要はなかったんだ。ルナを助け出してさっさと出よう。ドリームリンク、切れた、兄貴たち切れたぞ。しかもまさかに本当に妹じゃないん。テル、ジェイソンさん、すみません。早くルナを助けに行こう。テル、で、ルナはあなたの妹ではないのですか。そんなわけないでしょ。あんなのはキツネがうついた嘘なんだ。結局キツネは俺たちを馬鹿したいだけなんですよ。もうあんなのに付き合う必要はない。早くルナを助けましょう。けどな、ルナが妹じゃないっていうことをさ、だったら、本当に辻褄は合うよな。二人でおったときに、ルナは何をしているのかっていう話。急ごう。さて、ここからダッシュダッシュダッシュもう超特急のダッシュです。超特急の。飯どうだ、あれ、これまたループしてる。まさかルー、おーっといける、よかったよかった。ここに赤い糸が伸びてるぞ。オッケー、早く助けましょう。ルナ、お、ルナちゃんおった、無事か。ああ、無事じゃ。あれ、お兄ちゃん、ルナ、よかった。ルナだよな。え、ルナはルナだよな。え、なに。ルナは俺の妹だよな。うん、どうしたの、変なお兄ちゃん。テルはいつも変ですよ。いつも変って言われたら困るんですけどね。ああ、ジェイソンさん、それよりテル、急いで脱出しないと、キツネの霊がやってきます。そうか、急がないと。ルナ、走れるか。よっしゃ、一緒に逃げるぞ。あの鳥を抜ければ夢の出口まで行けるはずだ。
急ごう。よっしゃ、なんでルナがここまで連れてこられたのかよくわからん状態だけど。行くぜ。キツネが来る前に急ごう。よっしゃー、ダッシュ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 キックアンドダッシュ。何を蹴ったんだ。あっ、おお、こんな顔だったんだね。あならこそ一度ならず二度までもわしの欲求をぶち壊しにしよって。許さず許せるぞ。